はい、どうも、おちょんです。今日も楽しく暗号資産に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、ゆるっとかなり価格が上昇したんで、まあ、雑談的な感じでお届けしたいと思います。私、あっちゃんの秘密の部屋で動画配信してます。主に暗号資産、投資、人生に向けての成長をベースに、そして経済お話ししております。ぜひチャンネル登録お待ちしてます。でですね、まあ、ビットコイン、イーサリアム、かなりね、グビギグビグビっと上昇している形です。100万ドルね、100万ドルじゃないですね。1万ドル。1万ドル突破したということでですね、まあ、かなりの上昇ですね。この上値重かったんですけども、このね、コロナの下落から、グググッと、まあ、下落といってもね、それほどでもないんですけど、そこからね、かなりね、上昇しているというところですね。まあ、これも、バブルかなと。まあ、金融ジャブジャブ状態の中で、まあ、米中ね、関係も、まあ、かなりね、激化しているということで、まあ、上がったのかなという感じですかね。で、ただ、このアクティブアドレスとか、ニューアドレスって、まあ、そんな、そこまで、上がってるか。まあ上がってない、ちょっと微妙ですよね。そこまで急激ではないんですけども、まあまあ増えてますよねと。で、おそらく今まで持ってた、ウォレット、アドレスからの、まあ大きな買い、そして、まあ新しいね、新規のアドレスも、まあ増えてるんじゃないかなと。それでこの上げかなと。なんで、こう全体的にいい流れ、なんじゃないかなとはちょっと思いますよねと。まあいい流れって言ってもね、まあ金融緩和してるんで、まあ大口はね、当然資金ね、こっちに流す、まあ揺さぶってくるだろうし、まあ個人の新規もね、まあ、給付金とか、まあアメリカもね、かなりのね、大量のお金が流れていて、そして、まあ、一攫千金じゃないですけども、安全資産ということで、まあ、流している、まあ、ビットコインとかね、買ってるんじゃないかなというところですよね、と。はい。まあ、ただですね、なかなか、今後もですね、この、金融緩和、ジャブジャブとですね、まあ、続く中で、まあ、個人のね、資金も、まあ、流入していくんじゃなかろうか、というところがね、まあ、あるので、まあ、今後ね、楽しみかな、というふうに、まあ、思います。で、まあ、あとはね、この緩和がどうリセットされていくかと、まあ、デジタル通貨とかね、紙幣の切り替わりとか、まあ、米中摩擦もそうですし、まあ、そのあたりが、まあ、経済の流れですよね。どう影響するのかといったところは、見極めなきゃいけないかなという感じですよね。なんで、いけいけ、どんどんと言ったさなか、ドカンと何か落とされ、まあ、自然的に価格が落ちることはほぼないので、何かをきっかけにですね、急激に落ちていくタイミングもですね、まあ予想しながら、まあ買っていく感じかなというふうにまあ思います。はい。まあビットコイン、もそうなんですけども、まあ金融緩和のね、ジャブジャブの行き先としては、まあゴールドね、あと株式もありますけども、まあやはりですね、ゴールドは、やはりこう生産がね、かなり、お金がかかる。生産自身、まあ金をね、生み出すことにもかなりコストがかかるということもあるので、まあビットコインそんなね、あんまかかんないじゃないですか。まあかかんないじゃないですかってのはちょっとおかしいけど、まあビットコインはね、もう今やね、まあ保有枚数限定はされているという状態ではあるんですけども、まあそれほど金の現物に比べると、まあ生産しやすいというかね、まあデジタル、まあこの時代の流れなんでいいんですけども、まあ金もね、金でね、価値としてね、まだ続くんじゃなかろうかというところで、やはりね、資金の流れ先はまあ分散していくのかなという感じですね。はい。で、まあこれ、24時間のね、ビットコインのボリューム、っぽいんですけども、まあホービー、バイナンスね、まあありますと。で、ビットメックス、ビットフライヤー、ビットフライヤーもね、堂々とね、出てきているということで、まあ、これ見るとね、やっぱ韓国、まあ中国圏、まあアメリカ、まあ日本ということで、やはりね、この主軸、まあ、それはそう、当然なんですけども、アジアの中心とアメリカが、やはりね、この安全資産に興味を示して、今買ってると。まあ、日本人もね、当然ね、買ってるんでしょうね。はい。なんでね、また来ちゃうかもしれないですね、このバブルのね、流れがね。うん。これは楽しみなんではないでしょうかね。まあ、まだね、遅いですかとか、早いですかとかいうような感じはあるんですけども、まあ最終的にはそのね、結局、まだね、ビットコインが、その他の資産、株式とかと、まあ連動してたり、まあするというのも、まあ動きとしてはある時もあるので、まあ、全体的に見なきゃいけないですよね。その、何かが、まあその当然企業の株式、強い企業はね、株価どんどん伸びていくとは思うんですよ。で、それがね、何かのリセットによって大きく下がるのかどうか、まあ結局、力がのある企業でもね、株が落ちたり上がったりと読めない状況はね、株式でもあると思うんですけども、まあ、何かね、政府なのか、国全体なのか、企業、仕掛けてくるタイミングがね、当然ね、
この緩和の状態を何かしらリセットしなきゃいけないのであると思うので、まあそこちょっと注目ではあるんですけども、まあまあその時期なんてね、誰でもわからないということはあるかなという感じですね。はい。で、まあビットコインのね、アドレスですね。ウォレットのアドレスかな。で、ニューアドレスはやっぱりね、そんなに、まあちょっとはね、増えてはいるんですけど、この1、2週間の1ヶ月の中の上昇に対してはそんな増えてないというのがあるので、まあ既存のね、ウォレットで大きく買われたんじゃないのかなとちょっと思ってしまいますよねと。はい。まあ大口がね、仕掛けたという感じにもあるかもしれないので、まあ若干ね、まあ調整とかね、乱高下あるかもしれないですけども、まあ長期的に私もね、まだまだちょっと上がってもらわなきゃ困るというようなね、困らないか。別に、まあ困る。まあそこはね、ちょっと楽しみな部類でもあるので、っていう感じです。でもう一個ね、こう、イーサリアムですね。イーサリアムも、まあ、アクティブアドレスが、かなりね、増えているというところと、まあ、ニューアドレスはイーサリアム、まあ、ちょっと価格の上昇を踏まえて、まあ、増えていますかね。まあ、でも、この直近の流れからの、まあ、今最近ね、かなり上がってますけども、まあ、これは、やはり、新規にウォレットが出て購入されたというよりも、やはりね、既存今までの、ウォレットからの増加なんじゃないかなというところ、ですよね。はい。ということでですね、まあ、ビットコイン、イーサリアム、まあ、アルトコインのね、復活。イーサリアムも、まあ、2.0 を予定して、まあ、ステーキングとかね、スケーラブル問題とかね、あと、なんといっても、テザーが動くと、イーサリアムもね、まあ、関係してくると、まあ、プラットフォーム型、イーサリアム、ブロックチェーンの強みということで、まあ、これからもですね、ちょっと楽しみな部分ではあるかなというところですね。はい。まあ、いかんせんね、とはいえ、でもまだまだちょっとね、新規がねドカッと入っているという印象ではなくて、まあ少なくともね2017年このバブル期を経験してまだね未練があり資金力がまだ残っている人たちが、まあ、戻ってきている、というところはね、まあ、あるかなというふうにも思いますね。まあちょっとねこれねまあまあなんていうんですか。2018年の最高値、まあ、これ更新しますね。間違いなくね。まあ、本当かな。まあ、これはね、自己責任でお願いしますね。まあ、これは、登っちゃうかなとは思いますけども、まあ、登っちゃうけど、これもまた同じようにね、直後にダダダッと下がる可能性はあるので、まあ、ご注意くださいというところではありますかね。はい。で、続けてですね、CNBC ですね。まあ、アメリカのメディアですね。まあ、これのですね、ブライアン・ケリー、ちょっと私知らないんですけど、まあ、この人がですね、まあ、3ヶ月で2万ドル。で、2021年には5万ドルのビットコイン価格というふうにね、言っちゃってますね。まあ、これね、これ CNBC で言えばね、買うでしょ。普通の人ね。そりゃ買うでしょと。まあ、ケリー氏はビットコインは、金よりもファンダメンタルが高く BTC、ビットコインが史上最高を超えることができるラリーを推進すると述べたというふうに、まあ、ありますと。まあ、これは、まあ、そうなります。まあ、500いかかんないけど、200はいくん、な、2万ですね。もう、さっきから単位間違えてもね、2万ね。日本円の、ちょっと頭がちょっとあってね、2万ドルね。まあ、行くんじゃないかなと思うんだけどな。皆さんどう思いますかね、これね。で、まあ、CNBC の番組ね、ファーストマネーのインタビューで、ブライアン・ケリーは強気なインスタンスでビットコインの価格を予想しましたと。暗号資産ファンド、創始者である、人ね。まあ、これあれか。インタビューですね。その CNBC で、その投資家が報じたってことですね。史上最高行くという感じですね。まあ、まあ、ゼロ金利政策も続いてるし、米中も起きてるし、まあ、その、大統領選挙後どうなるかですね。まあ、ここちょっと注目かなと思いますよね、と。まあ、これなんかあれだね。ま、これ、2017年のこの上げのと同じ感覚ですね。まあ、同じ感覚だけど、同じようなスタイルで行くとドカーンとね、やっぱ落とされましたみたいなことはま、あるかもしれないので、やっぱりね、これはちょっと余剰資金でやった方がいいんじゃないかなと、ちょっとね、私は思いますと。まあ、あとはこういったね、乱高下する、ことになるので、まあ、なんかね、まあ、レバレッジの取引とか、まあ、そういったのもね、まあ、やれる人はね、やってるんでしょうねと。まあ、やる人はやるんでしょうねという感じですね。まあ、動きがない中でのレバレッジ取引ってね、やはりなかなか、儲からない部分はあるので、まあ、こういったところもね、まあ、FX、証拠金、仮想通貨のね、ビットコイン、イーサリアム、リップルね、まあ、このあたりもね、また盛り上がってくるのかなという感じですね。で、まあ、ゴールド対ビットコイン、ファンダメンタルズが決定ということで、まあ、ちょっと見ていきますね。まあ、ケリーは彼の暗号資産ファンドのシェアのための、に彼の意見は、投資家ビットコインがより良いファンダメンタルズ持っていることを持っていると。で、金と比較して、ビットコイン半分にした後、はるかに少ないと、さらにビットコインの強気サインに促進する媒体としての半減期ね。まあ、これはあれですね。
まあ、金もそうだし、ビットコインも上がるっていうようなことの予想ですねと。で、ただね、ちょっと5万ドルに上がるものに関しての根拠とかは、まあ、またあのストックとフローの比率ってやつですね。まあ、この流れで、行くというような形で、まあ、彼、独自の斬新的な、まあ、アイディア、発言ではないけども、今までの流れと一緒ですよね、と感じですね。で、まあ、金もね、注目ということで、まあ、それはね、私も同感ですと。まあ、金はね、金を、まあ、爆上げすると、まあ、安全資産、まあ、保護する立場の資産かなというふうに、まあ、捉えて私はね、いるので、まあね、紙幣、国の紙幣が安心だというというようなもう時代ではないというところで、やはりね、分散していくというのが一つね、ポイントになってくるんじゃなかろうかというふうに、まあ、思います。すごいですね、このね、5万ドル。まあもう今は何ですか、まあ ICO とかトークンとか、まるで100倍、200倍とかつって言っちゃうような流れが、よりも、まあビットコインね、ここでも、まあ安全に、まあ増やしていくというようなことなのかなというところと、まあ暗号資産の中でもね、やはり、やっぱり、ね、全体的に相関しちゃってる部分はね、昔からずっとなんですけども、まあどうでしょうかね、こうビットコインだけ、まあ暗号資産の中では、まあ安全保有通貨というような形になってきつつ、まあ当然ね、あるかなというところで、まあどうでしょうか。5年後にビットコインがなくなるという予想は、なかなかね、誰もがしづらいような形かなというところで、はないでしょうかという感じですね。はい。まあアメリカでも、まあビットコイン盛り上がってるのかな、CNBC、こういったね、番組でもね、取り上げられてしまっているということでございましたら、もうね、買っちゃう人はね、買っちゃうんじゃないかなと。ちょっと思いましたということで、ちょっとね、この記事も見てきました。はい。で、もう一個見てきますね。ちょっとね、まあ面白くないんだけど、まあこんなのも起きるんだということで、まあ通貨ね、要求しなければ、こうね、爆破予告ですね、仕掛けるというようなね、役場に、まあ北海道の役場ですね、沼田町役場だって、まあこういったね、情報が出てきました。北海道の役場ね、現金など要求して従う場合は爆破予告をするという感じですよね、と。役場ね、仮想通貨持ってねえだろうというようなね感じでちょっと思ってしまうんですけども、さすがにね、役場の人ウォレット作るとかできないんじゃないかな、まだっていうのはあるんですけども、まあちょっとね、何が言いたいかというと、こういったねニュースも出てくるとやはりね、こう認知度上がりますよねと。まあ仮想通貨しか書いてないから、ビットコインって書いてないから、まあどこまでね知れ渡るかっていうのはちょっとあるんですけども、まあこういったところもですね、暗号資産、仮想通貨、まあ、ビットコイン、イサリアムを知らない人が、まあ、知るね、きっかけになるということなんじゃないかなと思います。まあ、その規模としてはね、全然ね、小さいけれども、まあ、こういったね、こういった内容のね、ところから、あのね、広まっていくと、一気に拡散していくというようなところが、まあ、メディア、あとツイッター、まあ、あと最近ツイッター関連のね、いろいろ問題もあったじゃないですか。各、大手ね、大手じゃないな、ビッグネームのね、人たちが乗っ取られてね、ツイートされるみたいな話がありましたけども、まあ、あれもあれでかなり、ね、大きく拡散するということもあるので、まだまだね、こういった世界情勢不安がある中で、給付金、をどう使うかとかね、そういったところで一気に流す可能性もあるかなと思いますと。ちょっとね、思っちゃうのはね、やはりね、こう給付金からね、暗号資産に流れるという、動き、まあそれはね、誰しもが持ってるのかなと、ちょっと思っていて、まあその中で、まあ暗号資産を買わせて、で、どこか大きな力がね、ドカンと落とすみたいなね、そんな動きもね、まあ予想できなくはないかなというふうに思うので、まあちょっとね、私はね、まあ安全的に動くような感じで考えてます。まあなんかね、すべてのお金をね、こっちに投入するみたいな、そんな動きはね、やめた方がいいかなと思うので、まあ余剰資金ね、安全資産でコツコツとというような形のスタイルは、まあ順貫のか、こうかなというところですね。まあお金がね、いくらでもある人はどうぞどうぞというような形ではあるんで、ですけども、まあね、まあそんな人たちばかりじゃ当然ないと思うので、まあそこはね、要注意かなという感じですね。はい。まあということで、今日はね、ビットコイン5万ドルというのもまた出てきましたというところと、ウォレット数ね、もうそうだし、アクティブアドレス、まあ昔のね、人たちが戻ってきたよというところでお届けしました。ぜひね、チャンネル登録まだの人、お願いいたしますと、資金をね、増やす、守る、していきましょうというコンセプトでお届けしておりますということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。